このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。戦乱神楽エスティバル VS 実況プレイパート48始めていきます。で、両機倒せかなと思ったんだけど、なぜか知らないんだけどカフル使うみたいだね。で、自己満足でも矢倉が2個、制限時間内に雑魚忍び軍を倒せ、あの子に伝えたいことがあるの、たとえ自己満足でもね、バーイカフルなんだけど、後ろにいるな、2人。3人で雑魚忍び軍を倒せか。まあいいでしょう。カフル使いたくれんだけど、花火がいいな。うむ。今日も結構歩いたっすね。まだ探してんのか。ああ、もう探せるところはないぜ。どうなってんだ、うん、だからいないってことは生きてんじゃねえの。それでもあの子はいなかった。うん、そんなのおかしいっすよ。だってあの子は死にだったんすよね、はあ、それで任務を遂行できなくて死んじゃったんすよ。一体どういうことなんすか。あの子は絶対ここで生き返ってるはずっす、うん、だから死んでねえんだってば。それが結論だろう。どうして。生き返る必要がないからここにいないってことなんだろう。死んでねえから。ちょまたドッカーンの体勢に入ってるか。ちょっと花火お姉ちゃん。ピンチ。まずい、頭の使いすぎだ。ドッカーンってなるぞ。ねえかお姉ちゃん、ドッカーンを沈めないと。腹踊り。まあいつもこれやってるんだろ。どう。あれ、静まらない。何？なんてこった。私の腹踊りはもう見慣れちまったか。ずっとそれやってたらな。だからなんで脱ぐんだよ。お前死竜かよ。すぐクロスを脱ぎ捨てる死竜じゃねえんだからよ。露出狂はやめろよ。多分それ意味ない。そうだよね、脱いでも意味ねえわ。となればカフル、いよいよ出番だぜ。あ、そうか、こっちやってなかったな。諦めろ。意外に爆発しねえな。見て、花火お姉ちゃん。ポンポコリン。お腹をペロッとポンポコリン。立ち上がるかな。お、止まったか。残念ながら立ち会った。まさかカフルちゃんの腹踊りが見られるなんて。大爆笑してっけど。最高っす。大丈夫かな。よかった、これで一安心ね、うん、大爆発
させると問題が起きるからな、多分。いや、安心はまだ早いぞ。お、生き返った忍びたちが来る。ここでか。やるしかないっすね。もう笑ったまんまじゃねえか。さあ勝負だ。ただ何匹いんの？ザコ忍び軍。カフルはカフルで辛いけどな、連戦稼げるからな。一気にやるか。ただヤグラを探さねえと。上スタートか。絶対水鉄砲コールだろこれ。見えねえな。下降りよう。ほ、まああるよね。こう、もうこれ当然のごとくだよね。わかりやすいとこにあったわ。月戦だ。月戦の櫓だった。うん。あ、2つあるじゃねえか。早っ。攻撃し当たってんのこれ。当たってんな。ふう。つか早いな。もう2個かよ。さあ出てきた。いってえなこんな野郎。うん。いった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 。ほ、攻撃力ねえな。ほんとまひってるまひってる。ふう。攻撃力低っ。くそー。ほ、よし、花火たちに任せた方が絶対強いと思うんだけど。ほ、カフル攻撃力なさすぎて、すげえ。このなんか制限時間ミッション苦戦するんだけど、分が悪いわ。絶対相性悪いだろう。おわって、こんな天心攻撃力きつい。一気に片付けたいけどな。ふう。おら。ふう。よ。よし。絶対こっちの方がいいわ。ふう。痛い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 。ふう。いけ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 。全然ゲージたまんねえんだけど。必殺技ゲージもたまらねえしよ。きつ。いってなんで俺食らってんの。あと何匹？おら！オールレジフェスティバル威力低っ。早く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 。よし。ふう。必殺。よいしょ。ふう。多分レベル的に絶対使えるんだけど。どうだろう。これさらに先があるんだったら使う。
貯めとこう。ほよし、横でひさざざ打ってるな。まだあんのか。ふう、おマジかお前ら、雑魚じゃねえ方がいる。おら必殺、何これ絶なのかよ。人目ってどういうことだ。およいしょ、これで終わりか。終わりだな、よし。ふう、大変だわ。呼んだけど。惚れるだよ。うっせえ。くんのクソイルカがよ。おう。さて、これからどうする？どうしようか。どうするもこうするもないだろう。こんちくしょう。神楽千年祭が終わるまで。私たちはあの子を探し続けるしかないって。ほう、そうね、そうしなきゃね。だってあの子は私たちのせいで死んじゃったんだから。何？ああ、そうっすね。うちらがちゃんとしておけば、あの子は、まあ今さら会えたとしても何ができるってわけじゃないけどね。うん、なんか意がないんだ。誤字が多いな。謝るにしてもお礼を言うにしても結局は私たちの自己満足に過ぎないし。うん、だってあの子は死んで私たちは生きているんだから。それはそうかもしれないっすけど、たとえ自己満足でも大事なことだろう、まあ、私たちの気持ちをちゃんと伝えるのは。そうだ、それであの子の気持ちをちゃんと私たちが受け止める。そこから始めればいいんじゃねえか。気持ちを受け止めるのはどうなんだろう。そうっすよ、そうっすよ。難しいことは砕けちゃダメじゃね。そうね、そうかもね。うん、ちょっと待って。何？よくよく考えてみたら探していない区域ってあと一箇所だけよ。ん？もう一箇所あったのかってことは、そこにいる。そこに行けばあの子がいるってことだな。うん、早く行ってみましょう。レッツゴー。まあ、どうだ。当然ね、よーし。お、思い出を乗り越えて7日目終了か。確か8日間だから、あと1、これが最終、次最終日か。おう、硬質ポーズ、体育座り、添い寝、うつ伏せ、仰向け、おねだり寝。おねだり寝ってなんだ。カフルの腹踊り。新しい技を覚えたわ。やったぜー。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。ツイッターのフォロー、チャンネル登録、
いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。